はい、どうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回ね、国取り戦についてということで、5周年になってね、妖怪三国志初めて始めましたって方もね、結構いらっしゃって、国取りどうやってやるのっていう質問もね、結構いただくんで、今回はね、まあ国取り、このね、初心者ミッションっていうのができて、なんとね、天聖自慢の劉備がね、もう超簡単に無料でもらえるので仲間になるということでね、はい、ちょっとこちらね、まあほとんどの人が分かると思うんですが、初心者向けにね、ちょっとご紹介したいなと思います。これだけでもやっていけば、国取りがね、理解できるって内容です。で、一応ミッション全部終わるとこの通りね、天聖ジバニャン劉備がもらえて、その内容をね、これをやっていくとね、国取りを理解できるっていう内容になってます。なんでちょっとそれをね、その1からちょっと紹介していきたいと思います。で、その1の方が、もうちょっとこれ今、マップとかいろいろあるんで、あれなんですけど、このチュートリアル、メニューにね、チュートリアルってボタンがあるので、このチュートリアルってボタンを押すと、国取りのね、説明が流れて、まあ実際ね、甲状腺の、まあ、遊び方にいろいろ書いてあるんですけど、一応実際のね、甲状腺の戦いの、サンプルをやってくれるので、このチュートリアルを押すと、ミッション1がね、クリアになります。そして入門編その2、遊び方を見ようということで、これがね、メニューの中に遊び方があるので、まあ、ここをね、見ていただくだけです。なんで、で一応ここを見ると、1分程度ね、紹介動画を用意したよということで、このね、第1弾から第4弾まで、これを見ると、理解が深まるなという感じです。であとね、国取り戦でやるべく5つのポイントっていうのがあって、掲示板で挨拶、まあ、これはもう初めましてから始まって、どこ攻めますかとかね、丸2とかいろいろね、甲状腺に参加しようとか内政しようとかミッションクリアとかね、いろいろあるんで、まあ、これはね、細かくね、ここにもう本当に分かりやすいのか分かんないけど説明書いてあるんで、まあね、見るといいと思います。まあ実際この内容はこのね、動画になってるので、1分ぐらいね、動画になってるので、まあこれを軽く見て、そこからね、まだ土曜日なんで、まだね、あんまり余計なこと言っちゃいけないけど、熱望とかまだしてないと思うので、ぜひね、今からでも参加してみてください。ジバニャン劉備はね、とにかくもらえるので、なんでこんな感じでミッションをやってきて、これで遊び方を見よう。そして、国取りの紹介動画大事だみ、あ、これはさっきのね、この遊び方にある、これね、紹介動画第一弾、これね、一番上の国取り戦とはってやつを見ればミッションクリアになります。で、あとは掲示板に書き込みをしようって、これもね、ここにちょっと今いろいろやり取りなんでお見せできないけど、掲示板にね、右に掲示板ってあるの、そこでね、こんにちは、よろしくお願いしますでもいいので、掲示板で挨拶するといいのかなと思います。で、5番目、移動しよう、これはもう最初に見たチュートリアルで、ちょっと今他のあれを見せないのあれなんですけど、国を選択して移動ってボタンがあるんでね、そこで移動できると思います。ちょっと実際に本当は見される深夜とかに撮ればよかったな。詳しい内容は書いてあるので、まあ実際にチュートリアルの内容が移動してバトルするっていうところになってると思うので、はい、ぜひね、いいと思います。で、詳しい内容はこちらってやると、こうやっていろいろ書いてますんで、はい、移動してみてください。移動ないね国を押してポチッと押せばいけるんでね。ここそうだな、甲状腺内政、移動したいボタンをこう国を押していけば移動するってあるんで、これでね、いけますね。ここまでなら見せても大丈夫かな。ごめんなさい、ごめんの皆さん。あとは、ミッションで、最後は参加しよう。これはまあチュートリアルでもあった通り、そのね、甲状腺に参加すれば OK ですね。まあでも、今って、ウィスパーの、なんだっけ、自動予約機能があって、シルバーセッション以下はね、なんか自動で勝手に予約するようになっちゃったみたいなんで、はい、まあ、なんか勝手に自動予約で予約される国はランダム2国。そんで、
自動予約の設定は予約するかどうかの設定変更できると。で、できる人は主導名の名手、軍師、指揮官と勢力内の上位10名。で、セッションラグごとの初期設定ってのがあって、今はねセッション開始時はセッションラグごとに自動予約の初期設定が異なる。ゴールドセッションでは全て予約しない設定に、シルバーセッションでは全て予約する設定になっている。で、最初始めた人は、まあ、とっても強い同盟に移籍しない限りは最初はシルバーだと思うので、私これ今メインアカウントのお見せしているのでゴールドですが、最初ほとんどの人がシルバーだと思うの でこれ多分自動で勝手に予約されてると思うので、あの付箋のね、あのないタイミングとか、あの問い解けるタイミングで多分自動で予約今されてると思うので、まあそういうタイミングでね、甲状腺参加するといいなと思います。それで参加で、あと最後ね、ジバニャンが戦闘で勝利しようということで、そこでね勝利すれば、ジバニャンがこうやって、ゲットできますんで、転生ジバニャン劉備ね、結構強いので、しかも国取りで使えるんですよ。なので見てください、私は全部強化してますなんで、まあ、ちょっとここまでやらなくてもいいんですけど、はい、あの国取りでね、非常にたくさん、もう私ちょっともう強化できないんですけど、私の一番強い妖怪ジバニャンですので、私の手持ちね見てください。なので期待してるから使ってるんですよ。なんでこのね転生ジバニャンはクリティカルアップがあって、クリティカルっていうのは、まあ、いわゆるドラクエでいうところの会心の一撃ですね。なんでいつもより大ダメージ与えられるって感じなんですけど、まあ、あとねこの施設ダメージアップ 30% っていうのがあって、まあ、国取りでね他の妖怪より 30% 多くダメージで与えられる妖怪なんで、うん、この国取りで戦うにはぴったりのね妖怪で、私未だにレギュラーで使ってるんですけど、はい、ぜひね、ジバニャン料理もらえますんで、すごい簡単でしょ。まあ、ちょっと甲状腺やるのはね、ちょっとタイミング必要なのかもしれませんが、まあ、こんなのね、1日っていうか、まあ、タイミング合えば、ね、数分でもらえるっていうかね、はい、そんな感じなので、ぜひね、これね、やって転生ジバニャンもらうの忘れないようにしてください。はい、というわけで今回は、七試練の紹介でした。で、一応基本的にいろんな画面でこういうヘルパーがあるので、分かんなくなったら画面のね左上にハテナとかがあるので、そこでね、見ると思います。作戦とかの紹介とかもこういうのも全部ちゃんと書いてあるし、国取りだけじゃなくてね通常の方も基本的には初心者の方にとってお知らせね、トピックスでここら辺にね最初にやるべきことっていうね初心者必見攻略の手引きってのがここにあるので、まあこれでね、これの通りなんで、まずはね天下統一戦をやって、うん、いろいろねアイテムとかね妖怪ゲットできますんで、この流れでねやってやるといいと思います。国取り最後になってますが、もういきなり国取りの方のね画面行っても別にダメなことは全くないので、まあ、国取りもねやってみていいと思いますんで、ぜひね今転生ジバニャン劉備もらえますんで、これね応用編とかいろいろ全部ねいろいろ紹介が載ってて、ホームメニューの方にもねこの遊び方ってありますんでね、分かんなくなったら取り付くってなんだろうとかね、こういうのもいろいろ全部一応こうやって書いてありますんで、分からないところは必ずね、必ずじゃないかな、いろんな説明は散りばめられてあるので、はい、ぜひねせっかく始めていただいたんでね、この妖怪三国志をね楽しんでいただければなと思います。はい、じゃあ今回もこんな感じにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、あとなんか初心者の方こういう動画を作ってほしいとかなんか要望たまにいただくんですけどね、ありました。確かね国取りわかんねえってね難しいんだよな、回答答えのね、なんでちょっとこんなのを作ってみました。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう。さようなら。